三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。この馬にとって恵まれた最内枠、スタートを決めて好意でレースを進めたいところです。セシルブレーブ、サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。スイートバイカ、牝馬の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の華麗なエスコートで女王の座を射止められるでしょうか。ダンスダンサー、この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。ライデンリーダー、振り色の美しい馬体にはこの大舞台こそがふさわしいでしょう。セシルナチュラル、決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり、自慢の末脚を見せるか。タミーズノーズマ、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。メイクヤック、フリー色の馬体が大舞台でいつもより美しく映えます。ブライトサンディ、前走惜敗の無念を晴らすべくこの大舞台で一暴れしたいところです。アドマイアフォース、 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。チグサノバリッズ、昨年の2歳女王が桜の季節にここ阪神に戻ってきました。その成長した姿をご覧ください。プライムステージ、好意差しがこの馬の心情、すっと先段につけ理想の展開に持ち込みたいところです。メジロコマーズ、芝の名手を背にこの大舞台に挑みます。鞍上の好リードでいざ G1 制覇へ。千本桜、前走で敗れはしましたがまだ見限られるような馬ではありません。エリモウェルズ、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。花車ナース、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。ボアフォード、また一頭影の実力馬が登場、放送を期待したいところです。ワンダーパフューム、大レースでこそこの鞍上の手綱さばきが光ります。名手に導かれて G1 ダッシュへ。アドマイアカウント、さあいよいよ発走です。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のアドマイアカウント、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ果たして何がいくでしょうか。花を切ったのはエリモウェルズ、続いてプライムステージ、この馬も前へ、さらにはブライトサンディ、漆黒の馬体ボアフォード、その後ろ先手を取ったのはブライトサンディ、セシルナチュラル、それに続いています。その後ろにセシルブレーブ、その外にメジロコマーズ、内からアドマイアフォース、外を通って千本桜、内からはタミーズノーズマン、これに続いてチグサノバリッズ、後ろからの競馬になりました。ライデンリーダー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その後ろにダンツダンサー、ここまでほぼ平均ペースです。先頭は依然としてブライトサンディ、外を通ってフォアフォード、真ん中をついてはエリモウェルズ、ライデンリーダー、この位置は果たしてどうか。さあ直線に入りました。これからの勝負、一番前にはブライトサンディ、外を通って先頭はプライムステージ、ライデンリーダー、前を捉える勢い、残り 200m、 一気に捉えるか。ライデンリーダー、ライデンリーダー、抜けた、プライムステージ、食い下がる、ライデンリーダー、1着ライデンリーダー、2着プライムステージ、3着にワンダーパフューム、ライデンリーダー、 G1 の舞台で堂々たる走り、一番人気に応えました。